ご近所写真の32回目へようこそ。今回はペンタックス KP35mmF2.4 などとタイトルを書いておりますけれども、実はですね、これまでパスタイムっていうくくりで自分の趣味をいろいろ紹介しながらこうなんかシリーズを作りたいと思っていたんですが、なんと結局コロナというせいもありまして、釣りをするわけでもなくひたすら写真のアップを続けてまいりまして、それでそのパスタイムっていうくくりをもう取っちゃってもいいなとこう思いまして、それでこんなペンタックス KP35mmF2.4 などといかにも写真っぽい感じのタイトルをつけてみておりますが、実はペンタックスの KP というデジカメを買った、その理由はそのファインダー越しに見える光がそのいわゆるそのままのナチュラルなそこにある光を見るっていう、なんかそれにすごく魅力を感じました。それまではミラーレスのカメラでその実際には何て言うんでしょうか、その撮影素子に映っている状態を見ながら撮ってたわけですね。だから暗くするとか明るくするとか色合いをどうのこうのっていうのもチェックしながら撮れたんですが、このペンタックスの KP の場合はファインダーはガラスなので、そこに映ってる光がもうそのまんま自分が見てる光で、実際撮影素子に映るものはどういうふうに映るかわからないという、まあ元々の、フィルムカメラのような仕組みに近い感じなんですよね。それでそのペンタックスの KP を買いまして、そしていくつかレンズもこう揃えたんです。なんかそんなこと言うと財布にゆとりがあるみたいですが、もう結局ドナドナっていう歌がありますが、だいたいカメラを好きでやってる人の場合そのドナドナっていうのを時々するんです。ドナドナっていうのはある晴れた昼下がりにこう馬車に乗せられて子牛でしたっけ、子牛が連れられていく市場へですよ。気の毒な歌なんですけれども、その何がカメラファンがドナドナかっていうと、それまで使ってたレンズやカメラをですねその売っちゃうわけですね。売っちゃって資金を作って、そしてまた次のカメラや何かに買い替えるという、そういうことをドナドナとこう言ったりするんですが、私もそれまでの、富士だったんですが富士をドナドナしました。実はその富士に映る前はオリンパスだったんですが、オリンパスをドナドナして富士になって、富士をドナドナして、ペンタックスに変わってという感じなんですね。それでいくつかのレンズをこう揃えたりして今に至ってるわけですが、一番いいレンズというのは標準のズームレンズっていうのがありまして、それが僕が持ってるペンタックスの中で一番いいレンズなんですが、あとはもう本当に、安いといっても、例えば今撮ってるこの35mm の F2.4 っていうのは多分定価で1万5000円ぐらいなので、普通なんて言うんですか、カメラ好きじゃない方だとうわっとこう思うかもしれないんですが、レンズとかカメラで高いっていうと十何万とかいう世界よりもっと上だったりして、うん十万みたいな、ライカのデジカメ100万前後みたいな、そういうもともとライカがこう生まれた頃には家一軒買うみたいな世界だったみたいですからね、そういうものがカメラなんで、そういう意味ではその当時に比べりゃめちゃくちゃ安くなってるっていうのはカメラなんですが、実は今日はこの 35mm のレンズが気に入ったって話をしようと思って、ここまでなんか全て言い訳に終始してる感じですが、その一番いいそのレンズとその他にズームレンズが2本あるのかな、それと単焦点のこの 35mm っていうのを持ってるんですが、この 35mm っていうのはフィルム換算にすると標準レンズの50mm ぐらいの画角っていうんですかね、それにこう近い画角で、人によってはこれがいわゆる標準っていう人もいれば、やっぱりフィルム換算の 35mm でもうちょっと広角がいいっていう人もいるんですが、
一応この、まあ、50ミリ換算が標準ということで、なんか自分でその KP につけてこの35ミリでなんかふっとこの間撮ったら、あれこれいいなと思っちゃったんですよね。それはあのカメラにつけた感じの時の重さっていうか全体のバランスもあるし、あと今日ご覧いただいている写真をこうパッと最初のあのなんただのその辺の建物を撮ったような写真とか撮ったら、あすごいいいじゃんとこう思いまして、あなんか35ミリのこのレンズ好き、別にあの高級レンズでも何でもないんですけども、なんかこんな感じの遠からず近からずっていうあたりの映像が撮れるなと、そういうふうにこう思います。今日はずっと言い訳に終始しつつ、これからしばらくはひょっとしたらこの35ミリで撮りながらまた散歩を続けていくと思いますので、これからもぜひこのご近所写真、特化してこれをシリーズ化していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。やっぱり写真好きなんだな、まあリバイバルしたって感じですかね。ありがとうございました。